パート経営は失敗する可能性がある。知っておいてほしい大家さんの商品の種類ということでお話したいと思います。まあ、大家さん、地主さんというと土地をお持ちの方ということになっておりますので、そういった方がどういったものが商品になるのかというお話をしていきます。大家さん、地主さんという方は土地を持ってますので、まあ、リスクによって8つぐらいの種類があると思っていただきたいと思います。まず単純に貸し土地です。土地を持ってお見えなので、その土地自体を貸主さんに貸す。資材置き場であったり、駐車場であったり、いろんな意味で土地を貸すというのが、そのままの土地を貸す。貸し土地というのが一番目にあります。貸し土地のいいところは、設備投資が全く必要ないということになりますので、地主さん側に対しての費用負担が少ない。かもうほとんどないということになりますので、リスクがほとんどないというのがメリットになります。ただ反対にデメリットとしたら、リスクはないんだけれどゲインというかもらえる金額は少なくなってしまいますので、設備投資をしない分もらえる金額は少ないよというふうに思っていただければ結構で、そういった場合の注意点は、坪単価という言葉があるんですね。土地を通常化した場合、坪単価というのがありますので、坪単価を近隣の不動産屋さんに聞いていただいて、ここら辺の周辺だったら坪単価いくらだよ、1000円だよ、2000円だよみたいな話を聞いていただいた上で貸していただけると、周辺相場と合わせた貸し地ができるかなと思いますので、その点を注意していただきたいと思います。次に2番目が月決め駐車場というふうになります。月決め駐車場はお持ちの土地にアスファルトであったりフェンスを囲っていただいて、あとは駐車場の枠の白線などを引いていただいた上で土地をお貸しします。周辺でこの駐車場は2万円だよとか1万円だよ、5000円だよみたいな相場があると思いますので、それを調べた上でご自身の土地でも駐車場単価を決めていただければと思います。3番目はコインパーキングという貸し方があります。これはコインパーキングという業者がありますので、いろんな業者さん、まあ、名古屋だと名鉄京商さんという方が一番大きいかなというふうに思っておったり、三井のリパークとかいろんな種類の駐車場があるんですが、そういった駐車場さんの業者の方に土地自体をお貸しして、でそれにその方がコインパーキングの設備であったり集金であったりを代行してくださって貸すというのがコインパーキングという貸し方になってまいります。この場合はその業者さんと契約するときに一番気を使っていただいて、どういう条件で貸すのかとか、そういったことを主に考えていただけるといいかなと思います。あと4番目、収納ボックスやガレージハウスという貸し方もあります。収納ボックスはコンテナボックスみたいな感じで、物置を貸していく。まあ、コンテナ倉庫みたいなことがあるんですけれど、ご自身の家に入りきらないものをコンテナボックスに入れてもらって、それを月いくらみたいな感じで貸していく、月決め駐車場と似たような貸し方になります。ボックス自体の耐用年数がちょっと短く設定できるので、節税ということで通算することができて、で貸し方、借りる方の収入と通算しながら経費化していくという方法になってまいります。あとはそうですね、バイクガレージなども同じ収納ボックスの貸し方として行われておりますので、これもコインパーキングと同じようにボックスの業者さんと契約をして貸していくというのが多いかなというふうにあります。あと5番目として、太陽光発電機械、太陽光発電の機械、システム、ソーラーパネルを土地に置いて発電の電力を売って、売電と言っておるんですけれど、売電をしてお金を稼ぐという方法があります。この太陽光発電の機械に対しての土地の使い方でいいところは、やはりアパートなどと違って太陽光発電というのは退去であったり、そういったことがないんですね。
あの滞納であったりもないですので、設備投資はかなりかかるんですけれど、でもあの滞納とかそういったことはないもんですから、そういったふうに土地のにパネルを置くだけでお金をあの生み出してくれる、でそれなりの利回りがあるということで使っていただいておりましたが、今ちょっと利回りが良くなくなってしまっておりますので、太陽光発電の機械を新規にやられるという方は少なくなって見えます。今後やはり脱炭素化ということがありますので、そういった点でまた利回りが良くなる可能性もあると思います。ですのでそういったアンテナだけは持っていただいて、また補助金であったり利回りが良くなったら、そういった太陽光発電のパネルを土地に置いてみるということも一つの選択肢としていいのではないかと思っております。あと6番目として、居住用賃貸建物の貸地として用地として使うという土地の使い方があります。簡単に言ってアパートの敷地として土地を使ってそれを貸すというやり方になります。まあ、アパート居住用の建物になってまいりますので、一度あの入居していただけると退去がしにくい、なかなか入って半年でもうすぐ出てきますよなんて方は少ないもんですから、あのアパート経営というのはその部屋数で入居が一旦決まれば安定した貸し先になる土地の使い方になりますよという方法になります。で、まあ、そういったメリットもあるんですが、反対にデメリットもありまして、やはり建てるときにその周辺にあった建物をアパートを建てないと後々になって困ることが多いです。例えばワンルームマンションがいっぱい建ってるところで、さらにワンルームのアパートを建てるというふうになると、もうすでに競合がたくさんあって根崩れしているような場合があるんですね。そういったところに新しいものをちょっと駅から離れて建てたりしても、やっぱり駅の近い方から埋まっていきますし、あの築年数が新しいものから埋まっていきますので、駅から遠かったりすると入居の付け方がなかなか難しいようなデメリットもあります。ですので周辺であったり周辺の空き室をしっかり見ていただいて、その上で建てる、でいくらぐらいの建物だったら自分の収入と支出から考えて割に合うのかということを考えて、その上で建てないといけないというふうになっておりますので、まあ、建てる時にしっかり考えた上で建てないとアパート経営は失敗する可能性があるということで覚えておいていただきたいと思います。7番目としては、事業用賃貸建物用地として土地を使うというふうに思っていただければ結構です。まあ、事業用の建物というと工場であったり倉庫であったり、あとは店舗であったり飲食店であったり、まあ、いろんな貸し先があるかなと思います。まあ、店舗などはそれ独自の建物であったりしますので、まあ、一旦お客さんがついてその店舗が繁盛してくれれば非常に収入も良くて安定した貸し先になるんですが、景気の変動によって今コロナ禍で飲食店が厳しくなっておりますが、あのそういった理由で急に飲食店が退去してしまうというふうになったりすると、倒産夜逃げみたいなこともたまにはありますので、あのリスクとしては大きいかなというふうに思っております。ですので事業用っていうのはゲインとしてお金のもらえる金額も多いんですけれど、反対に、まあ、事業の波によって退去になってしまうようなこともあるんだというふうに思っていただければ結構です。最後は、まあ、居住用と事業用建物の変用ということがあります。これはもう1階2階ぐらいが店舗にして、その上はさらにあのアパートで貸すような風になりますので、まあ、先ほど述べたアパート経営や事業用の経営のもうミックスされたもんだよというふうに思っていただければ結構です。いろんな投資の仕方がありまして、そのお持ちの地方であったり、まあ、周辺の環境によってすごく変わってくるかなと思います。で、住居地が多いようなところであったら、戸建て賃貸というのをまず初心者の方にはお勧めしております。なぜかと言いますと、まあ、投資額が少なくて済むんですね。例えば、1
棟あたりが1000万から2000万の間ぐらいで建てれていきますので、アパート経営だと何個か作るっていうふうになると戸あたりいくらみたいな金額になっていきますので、投資額も大きくなっていくんですが、まあ、土地がまずあるよ、まあ、貸せるようなところに土地があるよというふうでしたら、まあ、戸建て賃貸ということをお勧めしておったり、あとは車で駅から多少離れていて車でしか移動ができないようなところでしたらガレージハウスなどもお勧めしたりはしております。ですので周辺をしっかり見比べていただいて周辺に合いそうな弦を立てるのが一番になってまいりますので、いろいろ考えた上で見ていただきたいと思いますが、まずは戸建て賃貸ということをまずお勧めしております。初心者の方にはお勧めしているという状態になっております。やはり事業用建物は退去しちゃった時大きなリスクがあるんですけれど、そうじゃなく景気がよくそのまま貸し先がしっかりしてくださっているような場合は事業用の建物用地として貸すのが一番リターンとしてはいいかなと思います。ですのでしっかりと周辺相場を見ながら建てた金額なども考えながらやっていただければいいかなと思いますので、それをお願いしたいと思います。事業用の建物が一番のハイリスクだけどハイリターンだと思っていれば結構です。そうですね、私も自身で投資をしようかなと思うことはいくつもあるんですけれど、まずは中古のアパートを買ってみようかなっていうふうに思った時期もありました。値段のいい、利回りのいいというふうに投資家の方は言うんですけれど、アパートを買ってみて、まあ、金額のそんなに高くないものからですね、投資っていうかアパート経営をしてみたらいいかなということは思ったりはしましたね。